クレベルはだってもうアゼルバイジャンに出たいって言ってるんだから、よっぽどやっぱり悔しいっていうか、ほぼ何もできてないじゃん、金ちゃんの試合は。一方的にコントロールされてやられちゃいました、はい、負けちゃいましたっていう、多分悶々としてると思うね。